すげえ遠いけど、まあいっか。あ、そうか、見られるよ、奥さん。ライブ感がね。待って、もう撮ってる、始まってるか。あ、始まってる。じゃあやろ、走り。やろ。こんにちは。えっ、と、楽器末最後の読書会です。イエーイ。端からお願いします。はい。井出です。田中です。星野です。奥山です。富永です。富永敦子です。真岡です。岡崎です。福山です。はい、お願いします。今回はあのリーダーシップのやつの2章をやります。はい。なんか印象に残ったところなどありますか？印象に残ったところ。あ、かわいい。はい。なんか47ページのところに、なんか1,2,3,4,5,6とかあるところの5番目で、なんかリーダーとマネージャーの違いが書いてあって、なんか言葉的にはちょっと似てるけど、こういう風に違うんだなっていうのを改めて学びました。よかったね。以上です。はい。他何かありますか？誰か。はい、はい。16枚です。何て言うんだろう。疑問点。はい、疑問点と、なんかハイライトになって線が引いてあるところなんだけど、 P71 って書いてある。もしあるメンバーの高い性格を自己の目標を達成するための簡単な方法であると捉える場合、そのメンバーは高い生産能力の持ち主と言えるだろう。一方、個人目標が他の方法で達成される場合、メンバーは高い生産性の持ち主ではないだろう。そして集団のリーダーに課されたタスクは、グループの構成メンバーが目標達成の道のりが明確で容易だと思えるように、彼彼女らの業績に対する申し上げることであるって書いてあるんだけど、毎日言ってることが分かりません。ね、特に一番最後のことは分かんない。報酬を上げるとか言ってたのか。確かに。誰か分かる人いますか？分かんない。ね、分かんない。分かんないよ。じゃあ、先生に聞きますか？はい。はい。はい。他なんかありますか？はい、はい。単純な疑問なんだけど、67ページのあたりの50万っていうかな、リーダーシップのプロセスっていうことがいっぱい出てくるんだけど、17ページのリーダーシップ理論のところ、リーダーシップのプロセスって何だっけって思って、何じゃんけん。プロセス？プロセスってその時によって違うんじゃない？その場に乗ってみたい。うん。あんま気にしないのか。47ページの中上か。
かな、リーダーシップについての神話のことで、この箇条書きがあるの分かりますか？で、箇条書き3つあるうちの上から2つ目なんだけど、リーダーシップは階層的なものであり、リーダーとなさるためには公的な地位、肩書きや権力が必要であるってことをこの文章は否定してるじゃん、うん、あ、印象の言葉なんですけど、この詩はこれ11月、2015年11月までの私の考えです。これはあの肩書きがあった方がリーダーより見出されるんじゃないかと思って、うん、でもなんか、まあ、これは SPF でその2年間判定したから思うことなんだけど、なんか課題があるからこそ仕事に追われてなんか周りが見えなくなることがあるんで、だったら働きがない人間としてさまざまなことに目を向けられる方がいいんじゃないかなって思いました。はい、なるほど、いい本ですね。他に何かありますか？P55 って書いてあるところの延長で結構後ろに行くんだけど、その後にリーダーシップ理論の表があって、その次、今1990年から今のところのリーダーシップは神聖で透明性のあるものであるって書いてあって、この透明性って何だろうって思いました。何でしょうか？はっきり分かるみたいなのかな、クリアーみたいな。でもなんかちょっと違うのかな。で、横がさ、横になんか複雑すぎて高かったんじゃないかと思う。だからなんかそれと逆のイメージみたいな風に勝手に読んじゃってたんだけど、あ、でもそれはその右側は批判だから、もしかしたら違うかもしれない。初回はこれで終わりです。次の日お疲れ様でした。